になるまで飲み切るまで帰れません、はい、それではやっていこう。ピースポーツには公式 LINE があります。動画に出てくるキーワードを送っていただくと限定画像や限定動画をもらうことができます。ぜひ動画を最後まで見ていってください。お願いします。お願いします。フルーツポンチ一瓶開けたらそのパーセントってことだよな。そうだよ。そう結構な量計算しますんで。できます。で、ご飯死んでそうだけど。せーの、ゲーピー。開幕。開幕です。とりあえず一缶開けようか。うん。あー、ちょっとブレブタ。はい、ナイス会員です。会員5 はい、はい、5。すごいな。え、回ってます。おいしい。まあ、それ何何パ3パ。うん、見てみる。飲んだ。うん、ナイス。はい、うん、ありがとう。でも、切れそうです。これ3人で飲めば 15% なくなるので。じゃあ、注ぎます。ケビー。あ、ごめん。飲みやすい、ほんとに、うん、美味しい。これおすすめ。はい、ヒントから始まる。炙りカルビゲーム。イエーイ。炙りカルビ。どっち回り、どっち回り、どっち回り。はい、何持ってんの。はい、何持ってんの。はい、飲み足りないから持ってんの。ねえ、じゃあ、左回り。どっち、こっちだよ、こっちだよ。はい、何言ってんの。何言ってんの。飲み足りないから持ってんの。ナイス。ピンポンパンピンポンパンピンとりあえずね。ナイス。ナイス。ナイス。フルーツポンチ。ね、待って、あのさ、これを開けるって結構な難題だと思うのよ。おバカしたじゃない。私これを夢品が口移して飲むのありだと思う。15%あるので1人が加えて1人の口に口移し。飲んだやつをそのまま入れるのかと思ったじゃん。やってるの見たことあるし、私それ NG だって。それちょっと道具使えないから。使えない。誰かがこれ加え、どっちがいます。キャッチうまく。あ、うまい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 。ナイスー。15プラス。イエーイ。プラス。いいよ。ごめん、これ飲んでいい。いいよ。はい、私これ飲みます。白井沢。ちょっと席替えしない。え、席替えタイム、うん、こっち、こっち、こっち行けよ。なんで、なんで、なんで、こっち、そこイチャイチャしてほしいから。してほしいって。そういうこと言わない方がいい。しないからね、そういうこと言われたって。え、ちょっと待って。あ、震えてる、震えてる。早い、まだ50行ってからにしよう、それは。よくない。しょうちゃん、しょうちゃん、どうしたの。まだ飲めるもん。ね、まだね、せめて50杯行ってからにしよう。まだ飲める。まだ飲める。あ、やばい。この子、やばいです。やばくないです。フルーツポンチ。でもやっぱ、あ、飲めんだったら飲んでほしいの。いいよ。ありがとう。悪いところも、いいところもしっかり見てくれてるからこそ。でもなんかそれを私も、まあ、注意できるタイプとかじゃないし、これいいよって言ってほしいって言ってくれるから。お前さ、こういうとこだよね、こういう空気読めないとこ。無白ハイボールは素です。無白ハイボールそうっす。どこがあざとい。危ない危ない。どこがあざといんだよ。ルパンの未来大丈夫かなって思う。こんなことし。え？なんかさ、こんなに二人でさ。フルーツポンチ。正直メンバーとこんなにプライベートで遊ぶほど仲良くなると思った。え、私も思ってなかった。本当に最初の頃は仕事なんか、まあ、言い方悪いけど仕事の付き合い。まさかここまで仲良くなると思うから。本当にね。オーディションで出会ったと思えないくらい。え、本当にそう。本当に。ね、なんか運命だったんじゃないかと私は思ってる。なんか何そうなってた声でしょ。せっかくうまくなってるよ。ケピーピピ。え、とりあえず飲もうぜ。あ、なくなった。なんでだよ。ほんと赤すぎてやばい。ねえ、よくないって。なんで？
フルーツポンチ。はい、ナイス。ハイボール7%だよね。うん、パー。自然にこれ飲んじゃうからここに見ていこう。お、待って待って。じゃあよし、これ飲んじゃいます全部。はい。これ飲んじゃう。3%ね。うん。いや、53%半分いきました。あー、いけるよ。折り返し。なんかもう本当辛いこといっぱいあったね。目に見えないものってあるのね。ある。どうしてもそれはね、まあしょうがないとしょうがないんだけどさ、辛かったよね。必要されてないと思ってたの。そうなの。ひーちゃんがいてくれてよかったみたいな。間違いない。言ってくれてるからめちゃめちゃ嬉しいのよ。それがなんか自分の存在価値じゃないけど必要としてたのよ、うちらは。うん。え、ちょっとしなかったらわざわざ言わないです。あ、すいません。あの今、はい、53%ぐらい止まってるんですけど、はい、やばいな。ちょっと兄ちゃんがトイレから出てこなくなったので突撃していきたいと思います。いいちゃん、開けますよ。これなんですか。モンスターの仲間犬。なんか分かった、絶対しよう。フルーツポンチ。やめて、これ最後飲みたいと思います。とりあえず、あ、待って、これラストだ。ナイス。え、待って、そんな25プラスで強くない。言いたいことは飲んでから言えない、本当にこれでいく。うん、はい、3%プラス81いきました。いいよ、終わりが見えたけど、今5時半だよ、朝の。5時半まで飲むってなかなか楽しいね。なかなか楽しいけど、多分撮影きつい、普通に。いや、多分きつい。飲み切ったやつちょっと並べてみよう。もう尺は十分なんで、最後にクライナーをね、全員で飲んで終わりましょうか。エロ。はい、面白い。うん、上がるよ。ナイス。え、これ15%。おい、エロい、エロい、エロい、エッチ、エッチ、エッチ。これ、ちょっと、はい、よし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 。え、待って、こんな感じだよ。はい、ということでアルコール 126% になりましたので、本日の企画、アルコール度数 100% 超えるまで帰れません、達成しました。なんか送んないよ。フルポンはね、ここまでいろいろなことがありましたけど、いろんな夢を抱いてここに来たので。そうだよ、だから目指してるって言ってんじゃん。そうだよ、おこぷれさん超えるもんだって。それぞれ目指すものは違うけど、持ってる夢は、うん、みんな一緒。心も一つ、目指すところが全部一緒。でも体は3つ。この夏休みに勝負をかけて本気で10万人目指します。はい、お願いします。ぜひ皆さん拡散してください。お願いします。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。 LINE のキーワード言ってない。本日の LINE のキーワードは、この夏フルポンは10万人を目指します。で、お願いします。お願いします。本当に本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。はい、明日の動画も見てください。